春のお出かけやお土産にもおすすめです。簡単に食べることができて、しかも美味しいと人気の食べ物が大集合です。雪解けが進み、北海道も本格的な春はもうすぐそこ。というわけで今日はこちら、手軽に片手で食べられるワンハンドグルメを大捜索。仕事や勉強しながら、スマホを使いながら簡単に食べられるだけではなく、最近では独自のアイデアで進化を遂げた新しいワンハンドグルメが続々と登場しているんです。揚げ焼きパンって書いてますね。揚げた後にさらに焼く揚げ焼きパン、驚きは賞味期限、なんと5分以内が賞味期限となっておりますので。 5分以内ですか。はい、ないないがない。あの食べにくさに革命が起きました。あれがない手羽先、古代焼き、かつて北海道に生息した絶滅生物が現代によみがえりました。古代米で作られたスイーツ、古代焼きとは、すべて今年オープンにもかかわらず、早くも売り切れ御免の大人気グルメが続々登場。今日の特集は、片手で美味しいワンハンドグルメを一挙大公開です。地下鉄栄町駅と津道具の間ぐらい、閑静な住宅街ですけども、そんな中にありましたこちらのお店なんですが、ちょっとこう上りがね気になるわけです。はい、揚げ焼きパンって書いてますね。揚げパンじゃなくて揚げ焼き、これ行ってみましょう。面白そうだぞ。欲張りましたねこれはね。札幌市東区に先月オープンしたシャンス、店内は広くイートインスペースもあります。さあ、気になる揚げ焼きパン、早速作っていただきました。はい、お待たせいたしました。プレーンでございます。おお、プレーン、はい、焼きたて5分以内が賞味期限となっておりますので、まあ、美味しく食べられる時間となっておりますので。5分以内ですか。はい、もう30秒経ったんじゃない。いや、そうですよね。急がないと。こちらが揚げ焼きパンの看板商品、プレーンです。パンのような、何のような、まあ、とにかく驚きの5分で食べてと。まず食べます、ね、はい、お願いします。そう、早く食べ。うん、このサクサクは揚げパン、外側のこのサクサク感って、なんかなかなか味わったことないサクサク感です、はい、でほんのりあの生地に甘さがあって、はい、で中がこうふわんとしてますね、はい、もちもちっていう感じですね、もちっとね、はい、5分以内に食べてねっていうのはどうしてなんですか。添加物とかをなるべく使ってないので、固くなってくるのでサクサク感を感じられなくなってくるんですね。そう、揚げ焼きパンの生地には添加物だけでなく、卵や乳製品も使われていません。そのため硬くなってしまうのが早く、焼きたて食感が楽しめる時間を5分としているんですね。美味しくいただけるのが、どうやって揚げてるんですか。これはですね、ちょっと企業秘密なので、なかなか お伝えすることがなかなか難しいんですけども。そうなんですか。はい、揚げ焼きパンは生地を揚げた後にさらに焼くんです。焼いているところは見せてもらいました。オーブンで2分間焼くと揚げた時の油が蒸発、これで油っこさがなくなるだけではなく、独特な食感に仕上がります。焼きたての賞味期限を5分としているため、すべて注文が入ってから一つ一つ作ります。でもそうするとご近所さんしか買えませんよね。まあ、そうですね、持って帰れない。ただですね、あの 5分過ぎたからといってもですね、あのレンジで1枚あたり20秒ほどチンしていただきますと、ふかふかの食感に変わって、また別に美味しく食べていただける形になっております。先に言ってそうですよね。実はこの揚げ焼きパンはレンジで温めることで、出来たての時とは違った味が楽しめるんです。お待たせいたしました、はいはい、こちらがレンジでチンしたバージョンでございます。はいはいはい、レンチンバージョン、はい、見た目は変わってない感じがするけど、あ、違う、お、違う、違う、うわ、全然違いますね、はい、んなに中のふんわりもちもち感はもう格段にアップしてますね、はい、出来たてはもちろん美味しいですけど、はい、お家に帰ってからチンしても、はい、全然美味しいですね、はい、
シンプルなプレーンの他にも様々な味が楽しめます。こちらは甘党に大人気クリームチーズ&ブルーベリー。さらにはがっつりお食事系を楽しみたいという方には焼きチーズ欧風カレーなど。メニューは全部で12種類。オープンからわずか1ヶ月ですが、人気メニューは売り切れの日も多いんだそうです。こちらの魅力は何ですか、ズバリ。今までに食べたことないパンの食感のところが、ボリュームがすごいのと、もうご飯に食べたくなるような、それで今日3つも買っちゃったんです。ご飯に食べる、はい、一人で食べる、はい、高齢の方も、まあ、学生さんも、ね、幅広い年代の方に楽しんでいっていただいていると思います。揚げてるのに脂っこくないって、はい、なんか不思議ですよね、はい、不思議だと思います。意外なヘルシーさで高齢者にも人気の揚げ焼きパン、メインのお食事にもデザートにもおすすめです。今日は臨時休業、そして明日は定休日なのでご注意を。さあ続いては JR 白石駅から歩いて10分ほどのところにある黒いコンテナハウスのお店。お邪魔します。こんにちは。失礼します。あ、手羽先がずらっと並んでますね。ってことはこちらは手羽先の専門店ですか。はい、そうです。なるほど。テイクアウトの手羽先専門店なんですが、ある特徴が。お店の名前はケンタの〇〇手羽先。手羽サッキーも含めてちょっといろいろ気になります。そうですね。じゃあ、ひだのタレになります。あ、はい、ありがとうございます。 あったかいあったかい。こんな感じです。おー、美味しそうですね。そのままあのかぶりついて食べていただければと。ん、ん、ん、ないない、ない、骨がない。手羽先骨がない。そうですね、骨抜いてあるんですよね。はい、ものすごい美味しい。甘じょっぱいタレでお肉あのフリッとしてますね。手羽先切ったらね、はい、両手でこう手をギトギトさせながら、はい、回しながら食べていくって感じですけど、はい、これは楽ですね。そうですね。そう、手羽先には通常こんな感じに骨があるんですが、はい、手羽サッキーは持つ部分以外の骨が抜かれていて、そのままかぶりついて片手で食べられる超食べやすい手羽先。肉を傷つけないように骨だけを抜くっていう。どうやって抜いてるんですか。一応企業秘密させていただいております。しかし特別にスタッフだけに見せていただきました。モザイクで隠されていますが、はい、スタッフだけ見てもね、おっと取れましたね。はい、このようにとある秘密道具を使って一つ一つ手作業で抜いているんだそうです。手羽サッキーは焼き鳥のキッチンカーポパイや若鶏の半身揚げの直売所などを展開する食肉加工会社の直営店。創業39年の加工技術から生み出された技で、文字通り骨抜きにされちゃったお肉はこのようにふにゃふにゃに。その手羽先を今度は謎の液体につけます。謎の液体って言い方もどうか。米粉と特別なスパイスが入っているものです。旨味を逃がさないためにカリッと揚げるためです。この米粉水のおかげで肉汁と旨味が閉じ込められます。そして毎日継ぎ足しをしている秘伝のタレにつければ1時間経っても揚げたて食感を保つ手羽サッキー秘伝のタレが完成です。手羽サッキーは全部で5種類の味があります。中でも人気はチーズが中に入ったチーズ、チーズモッツァレラチーズインダブルチーズ。わー、すげー、これ手羽先なの。すごいですよね。さらにこちらは隠れメニュ お米と手羽先が合体、天むすならぬ手羽むすなんて商品も販売されています。あ、なんか美味しそうです ね。そして、気になるのはやっぱりお店の名前。ケンタが僕ではなくて開発者になってて。あ、そうなんですか。看板のロゴが私の顔なんですけども。
その一番最初の開発者がケンタっていうので手羽さっき、ね、はい、あれはもう本当に呼びやすい呼びやすい呼びやすい馴染みやすい声に出して言いたくなる音ですね。そうですね、手羽さっきって言いたい。手羽さっき、手羽さっきは土日の多い日は1日800本も販売。先月オープンしたばかりですが連日完売なんだとか。なんか食べやすそうだなっていうイメージですけど、はい、お子さんも食べるとしたら、はい、いいと思います。骨なくて。何を何種類ぐらい買ったんですか。すべての種類を2本ずつ。すべての種類骨がないんですよ。うち帰って検証してみます。ありがたいことに毎日完売でやらせていただいております。一応一度もこの営業時間マックスの8時まで営業できたことがなくて。いやいや、それにしても片手でワンハンドで食べられるっていいですよね。で味もいいですからね。晩ご飯にもいいですし、はい、おやつにもいいし、わーっとお酒のおつまみとか。売り切れごめんの手羽さっき、正午から午後8時までの営業ですが、毎日夕方くらいには売り切れてしまうので早めのご来店を。地下鉄北24条駅のすぐそば、こちらですね。上りには不思議な文字が。ナウマン。押すのかな。あ、いらっしゃった、いらっしゃった。あ、窓が開いたぞ。こんにちは。こんにちは。すいません、こちらどういったグルメを販売しているお店なんですか。はい、テイクアウトのおやきを販売しております。おやき。札幌市北区にあるこちらのお店は窓から注文ができるテイクアウトのお店ですが、隣の入り口をくぐれば広いイートインスペースもあります。お待たせしました、古代焼きナウマンです。古代焼きナウマン、はい、あ、あったかい、あったかい。じゃん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 。あれ、なんか変わった形ですけど、これは？はい、ナウマン像の形をしています。ああ、ナウマン像ね。ナウマン像？はい、ナウマン像です。珍しいですね。古代焼きっておっしゃってましたけど、古代米、黒米という米粉を使用しています。古代米とは昔の稲の特徴を受け継いでいると言われている品種で、こちらのお店ではその一種、黒米の米粉を使用しています。黒米、北海道産深川市のものです。北海道小豆の生地には黒糖、お砂糖に使用していて、でコクがある生地にしています。道産の小麦や黒糖などを米粉と混ぜ合わせて特注の型に流し込みます。黒米を使うことでより香ばしく仕上がるんだそうです。ナウマン像をかたどった古代焼き、看板メニューの北海道小豆をいただきます。ほら、足から行くか鼻から行くか耳から行くか悩みますね、はい、そうですね。私のおすすめは、袋から出してすぐパクッと食べやすいのは耳のところが一番具に近いですね。うんうんうん、生地うま。外側がパリッといって、はい、中の生地がもちっとしてます。象のような分厚い皮がと思いきや薄皮で具がぎっしり。あんこの中には少し塩が加えられていて甘さが引き立ち、後味もさっぱりしています。それにしてもなんでまたナウマンゾウなんですか。北海道でナウマンゾウの骨格が出ているので、はい、もう北海道の美味しい味も詰めているし、見た目もモチーフもみんなに愛されるような、はい、商品に仕上げました。ナウマンゾウは1969年に中類村、現在の幕別町などで化石が見つかっていて、数万年前まで北海道にも生息していたとされています。大昔に絶滅したナウマンゾウが時空を超えて令和の時代に美味しく蘇りました。こういう鳴き声だったのかな。わかりますね。で、小豆の他にもいろんな味があります。そう、大通公園のトウキビワゴンをイメージしたという焼きトウキビや、スパイスから焙煎して作るスパイスカレーなど、どれも道産の食材にこだわったメニューが全部で4種類。お店は平日の午後2時から5時まで、1日にわずか3時間しか営業していませんが、売り切れてしまうこともあるんです。
予定数が出てしまったら完売ということになっているので、インスタグラムのダイレクトメッセージでご予約を受けたまわっております。これから、ね、春になってくると、はい、食べ歩きなんていうのもいいですよね。あ、そうですね、ナウマンゾウを食べ歩く面白いですね。面白いですよね、はい、新しい北海道のご当地グルメになるかも。こちらのお店は現金支払いができず、交通系 IC やクレジットカードなどキャッシュレス決済のみなのでご注意ください。ワンハンドグルメいかがでした？まあ美味しそうですし、まあ、とにかく食べやすいってところでしょうね、うん、しかも今年オープンしたばかりの店なんですね。そうなんですよ、まあ、食べ歩きは、ね、もちろんですけど、春ですからこうご挨拶の手土産なんかにしても喜ばれると思いますよ。もう手羽先なんて指についた油をペロペロ舐めるところまでがセットでしたけどもそんなに食べやすくなるんだ、ね、そうなんです、びっくりでした。